さてやりますかね。前回の動画でアマラスアドベンチャーやろうかなとか言ってたんだけど、ちょこっと触りだけやってみたんだけど全然ロマンチックでも何でもなかったんで、やるのはやっぱりやめました。ちょっと、強引に話を進めて、エッチモードを入れてる人のために作られたやつだなって感じだったんでね。ね、新聞出たじゃん。届いてね。なので次のクエストもっと何にするかなってまだ決めてないんで、ボスでも探そうかな。よしよし、それからちょっと衣装モードを追加してみたいトルメキアンヘルム結構似合ってるでしょ。あの、なんだっけ、ジブリの風の谷のナウシカで出てきた。敵役の人の、そうだね。トルメキアンで検索するとすぐ見つかると思います。やるの、ワンコをなでなでするモッドとかあったら入れたいな。あ、そうだ、カラフルマジックのボス、この近くどこいるだろう。この辺結構いそうだね。プラプラ歩いてたら見つかるかな。この中探索はやめとこう。大まかなボスの場所はあのモッド導入の際にテキストで書かれてあったので調べればわかるんだけど。あ、ブラブラしてみよう。あれ、来ないな。あ、来てる。
気があって。ポイズンスプリガンだったかな。そういうのが。いるはず。あ、そうだ。さっきの場所で矢の回収やってなかった。まあまだあれからいいか。毒々しい木があって、なんかあそこ適応しちゃ変になってる。色の違う木を探せ。残ってる。この辺かな。あれだ、モバルスの洞窟が近いからだ。吸血鬼の吸血鬼を治療してくれる場所だね。
違うの。他にも枯れた木はあるの。枯れてるのか。蝶がいっぱいある。こんな場所あったんだ。ミーコに当たった。ダメ。生命探知の魔法って持ってたっけ。持ってねえし。別にこういう倒木じゃない。やべ、日が暮れる。
イズンツリースプリガーソリチュードモーサルの間って書いてあるんだけどね。もっとこっちか。でも一回モーサルに到着しちゃったしね。ほとんどニアミスしてるのかな。ミーコなんだ。怪我してる。
召喚、毒の煙。気を召喚する魔法もあるんだ。どれが、これが毒の木。こっち？先移動してるの。ミーコどこ行った？火に当たらせてもらおう。襲われたか、山賊。ということで、こんな感じでカラフルマジックのボス巡りでもしようかなと思ってます。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。